筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー。こんにちは。筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子です。この番組では筑波大学で行われている様々な研究について、なかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます。今回ご紹介するのは、筑波大学生命環境系准教授の尹ベイウェンさんです。大腸菌などの細菌も栄養を取らないと生きていくことはできません。でも、どんな栄養が必要なんでしょうか。尹さんは44種類の栄養成分をいろいろ組み合わせて1000種類もの条件を作って、そこで大腸菌が増殖する様子を調べました。その膨大なデータを人工知能で分析してみたら、大腸菌の賢い生き方が見えてきたそうです。尹さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は人工知能を使って、分析をしたっていうことなんですけれども、生物学と人工知能ってあんまりその組み合わせ聞かないように思いますけれども、今回のような研究は結構新しい試みっていうことになるんですか？そうですね。生物の実験科学と、情報科学の、人工知能っていうのは一つの融合して、今回の研究の、なんていうか、初めての試みであって、それによって新しい発見につなげられたらいいなと思って研究を、始めました。ご自身の研究でこの人工知能を使ってみようかなって思った何かきっかけとかはあったんですか？私もともと融合研究をずっとやってきて、割と生物科学、実験科学と、数理学とか統計学、要はその情報科学も含めてっていうのを、割とそういった経験が長年やってきて、自然と最近データサイエンスっていうのがありまして、生物のもうちょっと定量的な情報を調べることによって、新しい発見というか、今までの感覚でやられるような手法では見つからない何かしらの法則があるじゃないかと思いまして、実際始めました。もちろん最初何ができるか本当によくわからなくて、バクチを打ってるような感じ、本当に何が出てくるかわからないっていう不安とドキドキでも楽しみでもあるんですね。なるほど。で、人工知能で機械学習をするって、ものすごいたくさんのデータ、いわゆるビッグデータっていうのが必要になると思うんですけれども、今回はその1万個以上のデータを使ったっていうお話なんですけれども、これは実験で集めてくるデータということですよね。そうですね。結構時間かけて、手間かけて取りましたね。1万個のデータを作るためには1万回実験をするっていうことになるんですか？そうですね。最低でも1万回実験を操作しないと、それぐらいの数をやらないと、実際学習するための、最低限の情報を得られないので、その辺は学生と一緒に頑張ってやってきましたね。でもこう1万回の実験っていくら学生さんがいるとはいえですね、相当の人数と時間がかかったんじゃないかと思うんですけれども、実際にはどのくらいの人数でどのくらいの時間をかけてこの1万個のデータを集めたんですか？実感はかかりましたけど、学生は多分最初から最後まで2人しかいなかった。たったの2人で1万回実験やったんですか？そうです、2人でしたね。要は最初に、要するにどうやって高速にたくさんデータを取るっていう方法をまず検討して、時間かけていろんなことを検討して、でそれと定量性の高いデータを、精度の高いデータをどういうふうに得られるのかというのが、その、半年から1年間かけて、その方法論とか実験の操作とか全部マニュアル化するということで、その次にも早くやれるというような、早くデータ取れるように方法とか手法を確立して、結果としてこのようなデータ集めることができました。でもこれやっぱりビッグデータっていろんなところで言われますけれども、やっぱりデータの質ってすごい大事なんですよね。
そうですね。特に生物系のその実験っていうのは非常に誤差の大きい、なんていうか、性質がありまして、人変わってしまうと、また結果がブレてたり、また機械とか同じ測定してても、機械が変わっちゃうと、またちょっと機械の誤差とか生じてしまうとか。で、実際使ってそうる、なん、測定する時の容器とか、要はそういったものも、実際メーカーとか物変わっちゃうと、メーカー中でも品質管理って一環があって、また、とにかく何が変わると、変わってしまうとか、今日と明日でまた違ってくるっていうのが、日常茶飯事であって、で、それを、いかに減らすっていうか、これらの人的とか機械的っていう、誤差をいかに減らして、やっていくのに、ものすごい、検討に重ねて重ねて、すごいやりましたね。まあもちろん実験をする人が変わっても大変だと思うんですけれども、器具が変わるだけでも違ったりするもんなんですね。そうですね。実際私たちが使ってる、細胞増殖を測定する、培養測定する機械がすごく実際最初に複数3種類、各社の、一押し商品を持ってきてもらって、で、それ全部私たちは検討して、要はどっちの機械の方が一番計測のレンジ範囲が広くて、ちゃんとなんかその、なんていうか、サンプル感とかのばらつきとか、低い濃度でも値でも非常に揃うとかっていうのが機械の本来持っている性能を検討して、それその中で一番性能のいい機械を選んで、それと実際細胞培養する容器っていうのが、プレートっていう、マルチウェルのプレートっていうものがあるんです。プラスチック商品ですね。使い捨てたくさん使う。それも多分10社ぐらいのメーカー、要するに10種類の型番、要するにものを見て、それで蒸発具合とか、各場所を植える様子によって、微妙になんかプラスチックの厚みとか透明度が違ってくると、同じ商品の中でも、なんかちょっと違ってくるんですね。その辺も、とにかく全部検討して、このメーカーというか、この型番が一番いいねっていうのが、もう本当はその実験の一連に必要とされる機械とか消耗品とか、さらに試薬ですね。で、培地を作っているので、いろんな化合物の、混ぜ合わせなんです。で、毎回溶かして混ぜると、同じことやったとしても結局ずれるんですね。で、それをそのずれを減らすというか、なくすためには、もう一番初期の段階でもう、なんかストックの溶液をたくさん用意して、で、それで1ミリちょっとだけ小分けして、なんか100以上の小分けしたもの、いや、3つ。100いや、個以そ上。う、た、あの、もう、もう、商品化生産ラインみたいな感じ。同じもの、必ず同じものを溶かして、混ぜ合わせるっていうことにして、すると、そうすると、毎回毎回同じ濃度調整する。調整するたびの、人とか敵の的な誤差とか、いろんな、機械的な計測の誤差っていうのが、そういう操作が、なくすことができていて、とにかく全部のステップを全部細かく確認して、どっちの方法が一番精度がいいとか、効率よくできるのかっていうのを、検討した上で、本番の実験っていうのが、多分本番の実験やるよりも、最初の検討の時間、期間は長かったような気がしますね。そんな感じですよね。1万回分の実験の準備を最初にやっておくってことですよね。そうなん、途中でなんか、ちょっと違ったなっていうのが、その途中でやり直しは効かない、しないようにしてる。なる最ほ初どね。から全部デザインとか実験のデザイン、ものを使う必要なものとか、全部初期の段階全部揃うっていうか。で、それでも買い直しとか作り直しっていうのは一切しないようにはしてました。なるほど、それは相当緻密にいろんなこと考え、最初に考えておかないといけないってことですよね。やりながらなんか考そうえでるってわす。けにいかないですもんね。そうなんです。そこ難しいとこですね。一番普通の生物系の実験と一番違うところです。なんか大体考えながら1個の結果出て、次何をするのかっていうのが一般的であそうっですて、よそこね。まではずれ、で、もう最初からもう 全部考えられることを全部考えて、用意して対策を取って、で、それでスタートするみたいな。なるほど。
そうやって1万個のデータを集めて、まあ、いよいよ人工知能で、まあ、機械学習をさせて、分析をするっていうことなんですけども、これはやっぱり人工知能を使わないとできない計算分析っていうことになるわけですよね。まあそうですね、できないっていうか、たくさんのデータがあって、で結局何をしたらいいかっていうのが、私たちがデータ眺めても何も出てこないし、かといって、既存の何かしら数理学的な方程式、うん、まあ理論が当てはめられるものがあるかっていうと、うん、そうでもない。なので、本当に何か複雑系っていうか、ブラックボックスのデータセットがあって、その中にどういった法則があるのかっていうのを導くための、まあ最も、唯一と言っていいぐらいの手法としては、まあ、機械学習して、それで何かしら特徴的なものを、予測してもらうと。で、それを予測された結果に対して、私たちがさらに実験とかで検証して、それが正しいかどうかというのを判定していくという形になります。なるほど。で、今回は大腸菌を使ったということなんですけれども、まあ、大腸菌って、まあ、モデル生物としていろんなところで使われていると思うので、いろんなこともよく知られているとは思うんですけれども、この栄養についてはあんまり分かってなかったということなんですか？まあ、栄養たっぷりあれば、まあ、それは当たり前なことであってこんなに環境、まあ、要するに栄養と思われる培地中の細かい成分、まあ、細かい正確にそれぞれの化学分子ですね、4レベルで全部調べたケースはなくて、割と今までの経験則というか、経験上で例えば炭素源が必要とか、まあ、炭素源変えてたり量変えてたり種類変えてたりしてどうなるかとか、窒素源はどうなるかっていうのが、人間の今までの知識と分かっていることに対して想定内のことをやられるわけですね。っていうことは、だったら想定外のことしか起こらないので、今回の研究は結構馬鹿げたことであって、実際、種類とかも大腸菌とは言っても、培地の成分を決めるのに、大腸菌を対象としてなくて、微生物に、まあ、よく使われている数千個の培地の成分を全部調べて、その中によく一番出現頻度の高い化合物、化学成分を全部選んで、で、それで、まあ、それぞれの化学成分の濃度もゼロからマックスまで、まあ、今までの量は常識、うん、あ、これぐらい量があればいいよっていうのが常識全部無視して、うんうん、ミニマムゼロからマックスまで、溶けるまでやっちゃうっていう、無茶なことをして、で、それはマトリックスで、まあ、要するにこの網羅的なデータを取って、それで初めて、要するに人間が今までの研究で想定してないことが見られるというか、発見することが可能であるとは私は思ってて、だから結果として、まあ、想定外の結果というか、今まで考えてなかったこういう戦略があるんだなっていうのがありますね。で、今回の分析の結果としては、大腸菌についてはこの、増え始めの、素早い増え始めの時と、それから、まあ、早く増えていくことと、たくさん増えていくことっていう、この3つの段階で、それぞれ違う栄養がいるっていうことが分かったっていうことですよね。はい、そうですね。そうですね、3種類の独立した化学成分が草食期の、まあ、3つの段階にそれぞれ役割を果たすというか、決め手となっているということが、まあ、今回の研究で初めて分かったことです。やっぱり大腸菌もこうライフステージに合わせてこうバランスのいい食事をしているっていう感じなんですか？まあ、バランスのいい食事っていうのは、まあ、私たちまあ、どっちかっていうと生物の生き残り、まあ、普通考えてたら、うん、今まで地球が、まあ、何十億年進化してきて、うん、大腸菌をはじめとする微生物が実は一番最初に、まあ、要するに誕生生命として、うんうんうん、そして誕生してきて、いまだに、まあ、たくさん地球上に存続している生息しているということを考えると、うん、ものすごいたくさん、なんていうか生存戦略というか、どうやって厳しい環境に耐えて生き残るかっていうのはおそらくたくさん持っていて、うん、まあ、その人として今回発見したじゃないかなとは考えています。だから栄養バランスいいというよりは、3つ の増殖期において別々の決め手となる栄養成分を使うということは、うん、万が一、まあ、環境中に特定のこの1個の成分が、まあ、足りなかったりなくなったり、うん、
でも、すべての増殖期間に響くじゃなくて、うん、特定で期間だけっていうことになってくると、生き残りやすいんですね。うん、複数分けた方がリスク分散していて、うん、どれか1個なくなっても、他の2つあれば、その違う時期で生存増殖期に保てるっていうことになるじゃないかなと思う。うん、これがあるから、結構長生きしてるなと思いました。うん、そうですよね。40億年も絶滅しないでいるっていうのはすごいことですよね。そうです。しかもたくさんまだ、まあ、未解明のことがあって、まあ、こういった、うん、まあ、ちょっと無茶なことをすることで新しいことが見つかるんじゃないかなと思ってますなるほど、ありがとうございます。それでは、まあ、これからもこういったこの人工知能とか機械学習を使った研究なんかをやっていきたいというふうにお考えなんですか、なんかこれからやってみたい研究テーマなんかもありましたら、ぜひお聞かせいただければと思います。これからまあいろいろやりたいんです。まず今微生物を専門としているので、まあ、先ほども話しました地球上にたくさん種類の微生物があって、実はまだ培養できてなくかったり、まあ、9割以上が培養できてないので、これらの微生物はどういった形で増やせるのかっていうのを、まあ、その解明できてればいいなと、解明というかそういった培地開発できてればいいなと思っています。まあ、そうすると応用にもつなげられるし、でもう一つは今やっている、行っているのが微生物だけじゃなくて、この今の研究のアプローチ、手法、感覚というか考え方とかやり方としては、他の細胞にも適用できていて、例えば人とか動物細胞、まあ、いわゆる大きなことを言うと再生医療というような、実際そこも非常に培養が大きな問題、要するに再現性よく安定性よく培養できることが非常にまあ、まだ結構な問題となっていて、それにも今の手法を使って人とか動物細胞に適した培地の開発とか、その方法論を立ち上げられたらいいなと思っています。はい、なるほど。培地っていうのも結構大事なんですね。そうですね。細胞、まあ、要はそれぞれ細胞を生かす環境にはなるんですね。では人間と一緒です。うん、どんな天才肌であっても、その人がいる環境、例えば学校でも。会社ではその環境があってれば、うん、その人の才能はもう 100%、120% 生かされるし、そうじゃないと、どんな天才でも抑えられてたら、うん、なんかその能力を無駄になっちゃう、発揮できないままで終わる。というのが、うん、とにかく、まあ、環境を私は重視して、その細胞を持った素晴らしい能力を生かしたいんですよね。うん、なるほど。でもそこはなんかすごく広がりのある面白い研究テーマですよね。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。筑波大学生命環境系准教授の尹ベイウェンさんでした。ということで、今回ご紹介した研究は筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。生物学ではいろんな遺伝子の働きが盛んに研究される一方で、それらの働きがどんな環境で現れるかというところまではあまり調べられていないそうです。培地、つまり微生物を培養する環境に注目するというのは地味な感じもありますけれども、新しいアプローチかもしれませんね。筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子がお送りしました。それではまた。